また担当ですね。無刀捕にちょっと近いわけですよ。まず、無念無想で言って、剣の時と同じなんですね。自分でやらないです。自分でやらないんですよ。じゃあ、思った通りどうぞやってください。どうぞ。大丈夫ですか？で、自分でこうやらないんですね。もう一回いきますよ。で、相手のこう動きを利用しようとか、エネルギーを利用しようとかも思わないです。こう言ってですね。何もしないぐらいですね。で、この高いところに板があって、その上を行くみたいな感じにして、やっぱり同じです。どうぞ。